どうも、がんばもんです。今日はですね、12月の、売上報告をですね、やっていきたいと思います。まあ、個人事業主としてね、3ヶ月目ですね。これで、どのくらい稼げたのかっていうことをですね、ちょっと報告して、皆さんこれから始められる方とかね、参考になればいいなと思います。なので、動画の方ですね、最後までご視聴のほどよろしくお願いします。それではですね、ちょっと一つずつですね、売上の方を言っていって、最後に合計金額をですね、言っていこうかなと思いますんで、少ない方から言っていきますね。はい。まず一つ目、Uber Eats。これは、月半ばまでぐらいしか結局やらなかったんですよ。なんでかっていうと、出前館の業務委託ですね、これを15日ぐらいから始めたんですよね。始めてからちょっとやんなくなったんで、そこまでの売り上げじゃないんですけど、これが66,360円となります。はい。で、次が、ピックゴーさんですね。これは、一応あれです。P の D の案件っていうやつですね。もうこれしかやってないですね。これが、103,224円ですね。はい。これ一応手数料は、15% 引いた金額の合計になります。はい。次が宅配の業務委託ですね。大手エスカワ警備員さんの宅配のやつですね。これ前も言ってるんですけども、週に3回、入ってやってます。で、これも毎月決まった金額になってくるんですけど、これが、104,720円となります。はい。これも手数料ですね。これは間ね、委託会社が入ってますんで、手数料等が引かれるんで、それは引いてます。はい、引いた金額ですね。はい。で、次が出前館の業務委託ですね。これがさっき言ったように、15日ぐらいから、結構毎日のように入りまして、1日数時間程度だったんですけど、年末の割増とかがあってですね、ちょっと良かったですね。これが、103,961円となります。はい。で、最後に、僕の直受けの案件ですね。この仕事をですね、これがね、前も言ったんですけど、このコロナの影響でですね、もう仕事が激減しまして、これね、だいぶ先月よりもちょっと落ちましたね。はい。これが24,5936円となります。はい。で、合計が、624,201円となりました。とりあえず、ありがとうございます。
はい、はい、一応ね、3ヶ月目の売り上げは、こういう金額に、なりました。いや、まあ、これから始められる方なんですけども、まあ3ヶ月目でね、まあそこそこいい金額じゃないかって思われてる方もいると思うんですけど、まあこれはね、あの年末のあの割増オファーとかがあったんでね、多分こういう金額にはなってきてると思うんですよ。で、まあこれから閑散期って言われる時期に、まあ僕も初めて経験するんですけど、まあ必ずこう売り上げが下がってくると思うんで、いつもねこのような金額ではないと思うんで、その辺はねちょっと勘違いされないようにですね、これから始められる方は、ちょっと考えておいてもらえるといいなと思います。あと、まあ自分の場合のこの直受けの案件がですね、結構まあいい金額になってるんですけど、直受けの案件がない方はですね、本当に、まあそこまでね、まあ12月に関してはまあいけたのかもしれないんですけど、そうだ、これ休みなんですけど、今回休みはですね、休んだのが2日間、2日休みましたね、まるまる。で、あと3日間ですね、3日間が、これまあ半休みたいな感じで、まあ1日2時間から3時間働いて、その後お休みみたいな日が3日間ありましたね。で、本当はこの3日間、半休の3日間はですね、実はちょっと年末なんでがっつり働こうって思ってて、あと直受けの案件のあのお仕事もちょっと減ってたんで、ちょっと休まずやろうかなって思ってたんですけど、あのちょっといろいろあのお仕事ではない用事がいろいろと入ってきまして、まあ休まざるを得なかったというか、っていう感じの3日間でしたね。あの経費のとこなんですけど今回はガソリン代が、29,917円ですね。で、走行距離が2,957キロとなります。はい、まあ、ガソリン代は先月よりもちょっと増えましたね。やっぱフードデリバリーやってるとやっぱちょっとやっぱ結構ね、走るんですかね。まあというわけで12月の売り上げはまあこんな感じになりました。皆さんどう感じましたでしょうか。はい、じゃあ1月からですね、ちょっとね、閑散期と言われる時期に入ってくると思いますね。2月3月、あとこのね、緊急事態宣言が今度出るっていうことで、まあ、それで仕事にねどう影響してくるかっていうのはちょっと蓋を開けてみないとこれ分かんないんでですね、まあ、その時にどう耐えていくかっていうところにはなってくると思うんですけど、あ、そう、まあ1月なんですけど、まあ、動画でも言ったんですけど1月3日までですね、僕がっつり休んだんですよ。で、3日間全く売り上げが立ってなくて、で、今日が、1月の何だ、1月の6日ですね、6日なんですけど、3日間休んだ分ですね、ちょっとしばらく、だいたい僕金曜日休みにしてたんですけど、ちょっと金曜日も休まずにちょっと働いていこうかなと今思ってますね。で、まあ3日休んだ分ですねすごくあのリフレッシュできましたね。まあ年に1回ですからね、そのくらい休んでいいかなと。いっぱい家族サービスもできたんで、まあ1月また頑張っていこうと思います。はい、はい、それではですね、最後に、頑張るマン何でも紹介コーナー。ちょっと今日喉の調子がおかしいな。何でも紹介コーナーってことで、
今日紹介するのはですね、この間初詣に行ってきたんですよ。で、初詣に行って、その帰りにちょっと大型のちょっとショッピングモールに行って、まあいろいろ家族でね、いろいろ買い物してまして、で、僕の奥さんがですね、なんか石屋さんっていうんですかね、いろんな綺麗な石を売ってたりとか、あとネックレス、石で作ったネックレスとか、そういうお店に行ったんですよ。で、僕もちょっとついて行って、中見てたら、まあこれっすね、これ。これ僕買ったんですけど、これなんていうかな、タイガーアイとか言われる、まあ多分知ってる方知ってると思うんですけど、仕事の運気と、あと交通安全かなを、なんか運気を良くするっていう風に説明書きしてあって、であいいなと思って、僕買うつもりなかったんですけど、今回こういうのを買いました。で、こういうのね、まあ、今まで僕、全然こういうのつけれない人だったんですけど、まあ、ちょっと運気とかそういうのにね、最近ちょっと興味が出てきて、ちょっとね、年明けから一発目、こうやって、つけてですね、今仕事をしてます。はい。まあ、いいんだか悪いんだかわかんないですけど、あとなんか家に帰って、その何ですかね、この数珠って言いますか、ブレセットっていうか、これをなんか毎日浄化させないといけないらしいんですよ。要はこう悪い気を吸ったこれを、そのなんかなんちゃら石っていう上に置いて、毎日浄化させることによって、毎日こう綺麗な状態でこう、変な悪い気を吸ってくれる、吸収してくれるみたいなことを言われてましたね。はい。なんでその石も買って、浄化させる石ですね。で、毎日こう帰ってきたその辺にポンと置いて、でやってます。で、次の日またそこから出してつけていくって感じでやってますね。はい。はい、というわけでですね、今日の何でも紹介コーナーは、この何ていうか、ブレスレットというか、なんかこれを紹介しました。はい、じゃあですね、今日の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。また近々ですね、またすぐ動画の方上げていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それではまた。